ゆまるちゃんと会うらしいです、みーこちゃん。まあね、そんな感じなことは言ってた。まあ、そんな感じの、これ暴露なのかな、これ暴露、いや多分まゆが、あ、くまありがとういや別にいいんだけど、そんなことはどうだって、ただそこじゃないんだよね別に、私そこではなくて、なんか配信やってるしさ、電話したり連絡したりさ、コメント見なかったりとか、それ私の枠じゃないから、そこちょっとちゃんと、でそれ指摘したら指摘したでなんか減らっちゃってたじゃん、なんかめんどくさいし、じゃあね、田中さんがお家ね、もう馬迎えに来てくるよってもう来たし、で寂しそうな顔してたからさ、じゃあ一緒にね飲み行くって言ってもなんかもういいよみたいな感じだし、どうしたらいいか分かんなかった正直。あの人いつも喋ってない、あ、配信見てなかったから、前もちゃんと見てなかったのかもしれない。まあでも見ててこっちが減らった、あ、そうなの、減らっちゃったの、減らった、うん、いや、あのね、途中まで良かったんだよ、あの前の枠ではいい感じだったよね、みんな前の配信してる枠まではいい感じだったんだよ。まあでもそれも良くなかったのかもしれない、なんか自分がそうだから相手もそうだろうって思っちゃったのかな。自分はこう、ハート花火ありがとう、あ、ありがとうね、うん、洋服、何洋服コーデしてプレゼントしてもいいですかあ、本当あ、ありがとうございます。いや、前の枠では普通に平和だったよ、普通に。私ちょっとそう思うけどね、自分の枠は自分で やりきったと思ってる、ちゃんと楽しく、そうじゃなくて、その人の枠にあんまね言いすぎる私も良くないのかもしれない、その人のやり方もあるしな、私真面目なんだよで気にしちゃうし、あ、ありがとう何買ってきたの、何買ってきたの、何テンション的にちょっとなんかね、なんだろうな、私女の子とコラボ向いてないのかな、女の子とコラボ、女の子だと向いてないあ、そうなのかな。まあ、みーこもね、みーこでいろんな狭間があるんじゃない、いろんな人と。みーこちゃんこう嫌われたくない体質だから。あ、ごこんありがとう、じゃあ本当に買ってくれんのありがとうございます、ごこんありがとう。私だから村まこちゃんとかと仲良くなれるのかな、サバサバしてる同士みたいな。ねえ、ソーリーちょっと、なんか女の子とさ今配信一緒にやってたの、なんかあんまうまくいかなくてさ、うん、自分何がうまくいった、いや来てよ、えちょ来てよ、え来てって、聞こえないから。何がうまくいってないの、じゃあ女の子と今日コラボしてたんだよ、うん、あの配信一緒にやったなんだけど、うん、なんかこううまくいかなくて。で、何のためにコラボしたの、何のためにって、っていうか、いや普通に配信者同士の女性、まあ、お互いうまくいくようにやったわけよね。そうなんだけど、あんまうまくいかなかったんだよ。で、何がうまくいってる、え何がうまくいってるのか分かんない、波長が合わなかったのか。例えばうまくいかないっていうのはどういうことがうまくいかないの、どういうことが、例えば今日天気晴れですけど、俺全然見てないから分からない、うまくいかない、
まずうまくいかないことが 何なのか俺わかんない。例えば今日晴れのことを雨ですねと、いやなんか男の価値観が違うとか、どういうことが違うの、まあ、全体的に相性が悪かったのかな。相性っていうのはもっと言えばなんかこう見てくれる人が楽しくないようなになっちゃったの。まあそれもあるかもしれない。それがうまくいかないっていうあんたの。そういうこと、うん、だから合わないんだよ。との価値観が合ってなかったんで、何を理解。まあなんかその相性が悪かったで終わってもいいんだけど、なんかこうもやついてしまって終わってるわけ。もしかしたら2回目会ったらすごく合う。友達関係たり、うん。最初は全然会えてる2回目。最初はものすごく、うん、で私うまくいったけど、あ2回目会うと極めて、うん、で自分的には自分が悪いとも思ってないし、自分のしなんか粗相とかも失態もないなと思ってる。それでうまくいかないのはもうやっぱ気が合わない。それなんで？自分がその人と合わないのか、自分が今後あんたがこうやって仕事していくの、自分がおかしいなら直していかないかんし、向こうがおかしいなら直す必要ない。じゃあ直すとこないんだよ。じゃあそれならいいんだよ。もうあいつが悪い、そいつが悪いんだよ。そいつが悪いって、うん、だからそいつがと仕事をやるやつはみんなダメ。まず、いやあんたが今後なんかいろいろ女と男か女かわからんけどコラボやっていく上でこう言って、あんたがに問題があるなら直さないかんけど、そいつが悪いならそれでいいよ。そんだけ？いやそんだけやろ。自分がこれで飯食いくんやから。何も響かないんだけど。響く響かないはあんたがやること。何のアドバイスとかないの？俺だって俺これで稼いでるわけじゃないんだから。あんたがこれで生きていくっていう意味においてはそういう風な判断を持った。でもあんた配信やりたいんでしょ？俺？うん。正直言うと、まあただあんたが今俺に聞いてるのはその人と付き合っていいかどうかの判断。ちなみに、うん、うちに来たいって言ってたよ。うん。可愛いの？え？可愛いの？可愛いよ。で胸もでかいし。だけど住所晒す可能性あるね。うん。その時どうすんの総理？え？どうすんの？住所晒すって？晒される可能性あるね。うん、いやなんでその人は何？じゃなくて、あんた住所晒されて何が怖いの今？いや、はっきり言うけど私別にいいけど、あんたが嫌だろ、うん、あんたの家なんだから。いや別に何もない。いいの、うん、それでいいの、うん、全然いいの、うん、あ徹底的に言ってたじゃん、絶対家の住所晒すなよ。いや別にいいよ俺。いいの、うん、なんでもう無理だな。もういろんなところ各方面にばらされて、もう俺のいろいろな人間に全部バレてんだよ。だってそれ自分でばらしてんじゃん。いややってますねみたいな。いそれさ意味くそなくちゃんで、いろんなところいろんな方面からも来て、もうねもう隠し通せないっていうのはもう俺って別にどうでもいいよ。別になんか法律の違反することやってる今俺。何もやってないもん。開き直ってあんた裁判好きじゃん。いや別にいいよ。じゃああの結構さ、うん、ソリの顔って結構さあの顔をね、うん、配信で映ってるんだよ、うん、勝手に自分で映ってるんだけど、うん、それ晒されても大丈夫？全然大丈夫。それ訴えない？いや出すなよ。え？あれこうあのネットでこう平まるのはいいとしてあえて出すなよって言ってるんだよ。いやいやいや私出してないけど別にいいよって言ったから、それいいよって言ったことによって顔晒されちゃうけど大丈夫？いや、やめてほしいよ。じゃ嫌なんでしょ。じゃ嫌だって言えばいいじゃん。嫌なら別にどうでもいいよ。ん？どっち？いやだからあの俺の許可なしに出すのはやめてほしいけど、うん、だっていいよっていうような許可を取ったわけじゃん今。だから今なんでもいいけど別になんかどうあろうどうしようとどうでもいい、うん、じゃあ顔があのアップされてもどうでもいいってこと？いやだから俺はそれはやめてくださいって言うよ。うん、じゃあどっちなの？別に顔が見られてもどうでもいいっていうのは嘘で
いやいや、だからここの住所がバレようと何しようと、うん、関係ないよ。実際バレてないんだから。いや、そういうこと言うとバレちゃうよ。だからバラす必要ないよ。いや、バラす必要とかじゃなくて、じゃあどっち嫌なの？嫌だったら嫌って言ったらいい。嫌なのが話じゃないよ。だってで周りくどいんだって。嫌なら嫌って言って、はっきり言ってよ。どっちなの本心。だから一般常識的な範囲でやってくださいって話。嫌だとかそういうの関係ねえよ。嫌だから出さないとかおかしいやろ。別に全然いいよって言ってたじゃん。だからそれをどう誤解する。だから俺が面倒くさいことならないように判断して、煽るじゃん自分で。全然いいよガン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 とか言うから、それリスナーさん煽ってるから、うん、それでいいよって言って、じゃあ晒したら訴えるってのもおかしくない？総理、それは。いやだって住所を特定して煽るっていうことは別にやってもいいことや、法的には。あ、じゃあ別に住所を晒してもそれ法的には、ただネットにその住所の何丁目とか出すことは適切かどうかって言ったら無理よ。顔とかは？いや顔もダメでしょ。だって顔もだって自分から写ってたりしてるよ。うん、だからそれならそれでいいんじゃない、うん、それはたまたま写ったことに対して法的には、うん、別に引っかかってない。ただ何丁目どこどこの住所ですって。あ、じゃあ顔は晒していいんだ。顔？うん、俺写ってほしくないねって俺言うから、写さないでくださいとは言うよ。あ、じゃあそれいいなよ。え？じゃあ配信的には、俺たまたま顔写ったんやろ、だからやめてほしいですって言わ、うん、ちゃんと言わないと。で、それは無理やから、ネットでは。ちゃんとみんなにいいなよ、別に顔全然いいよってさっき言ってたから。うん、じゃあ配信に載せないで、写さないでくださいってちゃんと言いなよ、配信で。今配信してるし。いや、映りたくないですからよろしくお願いします、以上です。プッ、何今の最後の。え、プッって何？え、やったんや、そんなの。プーってどういうこと？映りたくねえから映すの。さっき全然いいよって言ってたじゃん。で、じゃあ映りたくないですよ、プーって言ってた。プーって何なの？え？俺が決めることやから。プーっても音でもペーでもいいや。アホなこと言うな。晒しますよ、プーって来たよ。うん、じゃあやっちゃいなよ、プー。訴えるから、プー。プーって何？ん？それプーって、くだらすぎてプー入れないと話は収まらないやろ。俺がブラッド・ピットならもう大変な話やけど、俺の顔を真剣にやるってのすごいぞ、プー。それよくわかんないんだけど。いや、だからこれ、ね、ジェネギャなの？え？ジェネギャこれ。意味がね、レベルが低すぎて、何か。そんなにかまってるの？まだあんたに来てんの？かかってんの？こうやって。何が？俺とかにも話来てんの？俺のために一日を費やすぐらい暇なやつがまだいるの？ここに。いや、いるよ。もう徹底的に総理ぶつぶすって。バカだろ。クマ、ありがとう。いや、そんなやついるの？いや、いるよ。ここに？うん。何仕事してんの？何の仕事してんの？またその話？うん。暇なの？もう徹底的に言いたい。何やってんの？俺をごときのクソレベルのやつを。自分で言ったら自分は、うん、高学歴 で、うん、で収入も上でとかそうやってマウント取るじゃん。だから嫌われんだよ。全部事実よ。で、別にそんな事実でもないけど。なんかこの家が貧しいとか、なんか最近言われ、あいつからの報告で言われてね。だって俺もう正直言うけど、この人と17万の、まあ17万がいい家かどうか別として、あんまやめた方がいいよ、その値段の話は。正常でね、いい家住んだら、この人7分、徒歩7分だから嫌がったの。でも俺、最低限こんぐらいの家の生活しようって言ったのに、もうこの家がいいって言ったの。この人は家から近い方がいいって言ったの。俺、いや、もうちょっと人間的な、もう俺も政治を住んでたけど。じゃあ、あんまその、名前、駅の名前ちょっとやめて。うん、やめてくんない？もう分かった分かった。なんかね、俺貧乏で、なんかって言われてるらしいから、
やめてほしいよ。俺17万に住もうって言ったんだよ。本当。まあそれも大した金じゃないよ。17万円なんてね。だから駅から7分。だからその駅の名前やめてって言ってんの。はい、わかった。ね、福ちゃん、ね。でやめな、そのマウント取んの。いやだリスナーさんに対して俺の方が稼いでるとか、それやめた方がいいよ、お前。いやだってこいつ貧乏だったんだよ。そりゃそうじゃん、そんなこと言われたら収入でロなんかマウント取られるよ、そんな。自分で言ったんじゃん、俺は稼いでるとかさ。そんな稼いでんの、そんなすごいの、そんな立派な人間なの、垂れ眉毛。でもこの犬のために一生懸命今週働いてトリミング行けるようにしたわけや。あんた感謝しとけよ、お前のことがいろいろ問題起こって。いやっていうのだってここで言えんけど。でもうロシアもいいの、ロシアはもう完全にもう東側はもう俺が一言言う、これでもうロシアは東側は確実に 100% 俺がもう調べたけど。どういうこと、どういうこと。もう本気出してる、もうどう見てもロシアがもうほんとウクライナぶっ殺しまくりってる今状況今。うん、でも別にさ、ロシアだったらさいつだってぶっ殺せたじゃん、ウクライナ。いやだけどもうほんとに舐めちぎったから、ほんとに今やってる。何を。ほんとにぶっ殺してる。ぶっ殺してないよ。いやしてるんだよ今。ぶっ殺してないって。いや今もう東部の前線の状況を全部見てるけど。うん、でまだやってんの、あのロシアとウクライナの、うん、なんか2チャンネルの掲示板まだ活動してるの。だって昨日やってる。まだやってんの、うん、なんか総理ってもう俺昨日勝利宣言出したから。何を。これはロシアの勝ち。だってもうどう見てももう負けだもん、ウクライナ。なんか掲示板でずっと戦ってるらしい。ありがとう、クマ。どうでもいいよ。もう嫌なんだって。だって、家で上の2階でただ俺の一人でこそこそやってるだけよ。あんた関係ないやん。それずっと聞かされてんだよ、あんたの掲示板で。今日初めて会話したんだよ、あんたと。俺今までもうこの数週間、あんたの姉ちゃんとしか会話してない。あんたとは会話してないよ。あんたの姉ちゃんからずっと言われて、何もあんたのために何も会話してないよ。2チャンネルで個人情報やめてくんない、配信で。わかんねえ、こんな話したところで。で、嫌なんだって、個人情報あんまりガンガン言われるとね。これ個人情報じゃないでしょ。で、最後何言ってんの。もう俺2階に上がるけど、うん、あと何か不安な。最後に総理何か言いたいことありますか。まあ頑張ってやってくださいよ、こうやって一生懸命。稼いでないくせに調子のんな。え、大して稼いでないくせに調子のんな。大して稼いでないって、例えばどういうことに対して言ってるの。こんなボロ家で住んでて、うん、マウント取ってくるなって。じゃあそれは確かにそうよ。バグありがとう。ボロ家と思うけど、自分と俺って、その体験やった時に自分が稼いでるの。多分確率的に俺の方が稼いでるよ、お前みたいなゴミは。こんな配信しか見てないゴミは多分俺の方が稼いでると思うよ。まあそれは税務署が分かることやから。でお前いくら稼いでるの言ってみろ。東大出身だって。こんな東大出身でこんな見てたらやっぱもう使えない東大だね。いっぱい俺の周りにもいっぱいいるよ、使えない東大って。東大がこんな番組見てんの、こんな時間に。お前もっと頑張れよ。俺みたいなこんなくだらねえ番組見る前に東大使ってちゃんと真面目に仕事しろ。仕事の間だからまたな、うん、で何の仕事してんの。ゴミ言ってみろ、お前何の仕事してんの。東大で俺の前にも東大いっぱいおるから。どんな仕事してんの、東大がこんな時間に。2000万稼いでます。いやだけど何の仕事してるかいいよ、どういうことかいいよ。お前に言う筋じゃないって。いや言ってみろって。2000万とか言わなくていいから。いや俺そんなことだろ、俺3000万以上稼いでるよ、売り上げだったら。
俺そんなに入ってないけど、でもくだらないから何の仕事してんの？聞いちゃってる？だって。え？いや聞いてもいいよ。別に俺いいけど。あ、これ聞いてるってジェネギアで分かんないわ。ね、何の仕事？業種は。いいやん、そんぐらい付き合っても。そんな余裕があるの。ムキになってるね。うん、だから何の仕事してるか教えてって。金融関係。金融で2000まで、どういう金融？教えてよ。金融。オレオレ詐欺なんかあるやん、いっぱい。何の仕事、金融。個人情報だから言えないって。いや、金融でいいや、銀行マンですとか、なんかいいや、国内のうち、金融、ゼレコン、あの銀行ですとかなんか言えばいいやん、別に。ここで何、なんか個人情報じゃないやろ、このレベルで。いくらでもあるやん。言い方、外資系金融ですとか。だからもうその時点で頭をもう悪いし、もう全て嘘や。もうちょっと絞れるよ。ね、何なのこの仕事。お前どもりすぎだった。うん、だからそれはいいとして、お前その前にお前何の仕事してるか早く言え。ありがとう、クマ。ゴミ。ありがとうね。で、言えないから、もうこんな時間にやってるやつなんて。金融もクソもあるから、ね、稼いでないくせにそんな頑張るなだって。もうだから俺なんいいよ、それでいいよ。でそいつは何やってんの、何やってんの、どこ頑張っちゃってるって。どもりがひどいけど頑張っちゃってるって。うん、無理、なんか無理しちゃってるって、うん、こんなボロ家でもね14万なんですよ家賃。だから家賃とか言うんじゃねえよ、個人情報。なんでまずいの言ったら。でそこで晒されるよ、特定。ね、お前何よ。いやだけど晒して何がまずいの。でそれで何？それで住所晒されたら怒るんでしょ？怒らない。怒らないの？もう怒らない。住所晒されても怒らないらしい。怒らない。さっきと言ってること違うけど、あのここの住所を晒されても。いや俺もう正直もう。俺の周りに今回のこと全部バレてるから、もう何も失うもんないよ。晒しますだって。うん、じゃあすれば。するけど訴えないでくださいって。だけど、ね、どうする？ネットで住所を公開するってことはどういうレベルのことの意味かわかる？人の住所をネットで公開することがどういうことが影響あるか分かっとけよ。別に怒らないって今言ってた。ネットで公開した時どういうことが起こるか考えてやれよ、この低レベルどものバカが。一般常識論で考えるよお前、クソ低レベル。あの前のこと好きな人が会いに来るって。うん、迷惑なんやそれも。え、不特定多数の人が来るようになるんやろそれで。でも別に家賃もいたし、別にバレてもどうでもいいって言ったから。でもそういうことになるんだけど。なるわけないやろ。え、そんな時で問題起きた時にどうするのっていうことで、一般常識論で考え